ラウンジ富士の裏話。お疲れ様です。あれなんで注目今日も始まりました。今日も始まりましたけど、ね、違和感、はい、ありますね。千葉からこれできちゃった、ね、みんな見てたもんだって。二度見してたもん。でもそこで捕まり職質受けそうになったんだ、ね、どういう女性あの人が好みなんだ、理想のタイプ。そんなの言ってられる場合じゃないんで。いやいや言った方がいいですよ。いやいやもう本当に血液型何がいいとか。私結構中学生じゃない。ナナは、うん、あれですね。20代の鶴瓶。鶴瓶。鶴瓶って髪なかったでしょ。ちょっと。女装をしたとか言ってる。2020年10月、東京都浅草橋に開局した。コミュニティ FM 鳥越安売り FM 開局と同じ時期にスタートしたうんらばな、飲食店、農業、落語家さんにプロレスラーなど業種を問わずお酒を交わしてざっくばらんに会話を楽しんでいただく台本なしのトークバラエティショー。 MC のママもアシスタントのナミも人生初めてのレギュラー番組。記念すべき第1回目をこのような感じでした。お疲れ様でございます。ラウンジ富士のどうぞいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。で今日は、なぜかあの自己紹介、ね、はい、あもうお呼びしましょう。はい、いやもうお呼びしますすみません、あの今日はちょっとあのお客様が大ゲスト、大ゲスト、ゲスト本当にありがとうございます。あのレモンサワーないですねって言ったら、はい、ありったけのレモンサワーって言ってる。皆さんは、あもうワインじゃないですね。もう飲んでたんですよ。あもう飲んだ。そうなんです、緊張したんで、はい、じゃあ、あのよろしくお願いいたします。再開祝しまして、何かしらこう、やっぱり、千葉の、はい、千葉中央、中央、千葉駅近くです。です、はい。左、右、大将軍から見て右です。大将軍の方に行くってことですか。そうです。あ、はい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 、なんとか分かりました。はいはいはい、はいはい、そこの辺です。なんかひっそりとやってるんですけどその CM をした方がいいんじゃないですか。あらら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 次ですね。次のあの番組のご紹介させて、はい、この次ですか。はい、この後の番組、後の、はい、もう紹介するんですか、今からですか。はい、そうです。正気ですか。はい、自分たちの自分たちの店の紹介マジですか。はい、あこういうすごいことしてます、ね、こういう方の回を重ねることに緊張のほぐれ、今ではそんなわけで、はい、ホームページができました。で、なみちゃん見たことないでしょ。そうなんですまだ ね今日持ってきました。はい、画像をねちょっと出してもらって、内岩盤とかね、あと水槽、今日はね水槽、水素水、うん、水素水のね、あれが、なんかサーバーが入ったんですけどね。まもなく放送開始1年を記念してスタートした庭泣き。ママのホームであるラウンジ店内でオープニング撮影をしたのですが、いいか、その話からいきましょうか。最初何、自己紹介からいくか。あ、自己紹介からいきましょうね。うん、いっぱいやることある。本番いきます。はい、もう待ってるけどね。お疲れ様です。おはこんばんちは。すごい言えた。まずは乾杯です。お疲れ様です。ノンアルなんですけど、今日ノンアルです。はい、でね、私たちね、
鳥越アズール FM っていう番組を持ってるんですけど、それに紐づいて YouTube 始めることになりました。まあこのチャンネルではね、いろんな、ね、はい、ことをしていこうかなって、もうもみくちゃんに何でもありでやっていこうかと思うので、もしよければチャンネル登録お願いします。お願いします。ここの常連さんの、電気屋さんですと、いつからの常連さんっていうか。いや、結構長いですね。いろいろね、テレビとかにも出てた。山ちゃん、うん、そう、山ちゃんと、テレビとか、取材とかも、あと、PTA の会長もやってる。PTA の会長やってるから喋るの慣れてるんじゃないの。あ、じゃあ、そしたらね、いや、僕らね、ちょっとバンドを組んでます、うん、はい、そう、僕が去年ぐらいからですかね、実は小学校の息子たちを通わせている、学校で親父の会っていうのがあるんですよ。わあ、すごい。これ僕らの、合宿をしてきました。千葉の海ですね。で、僕らは本当伸びしろ重視のバンドでして、待っていや、でもね、実は僕ら 1,2,3,4,5,6,7 人でバンドは、ね、リズム感がないんだね。そう、これ真ん中にやってるのは菅ハラスメントですね。菅ハラスメントです。で、まあ、僕らが住む地域で里山トランジットっていうレストランがあります、うん、はい、そこはち、なんかママン、ママン、分かる大事なことだ。後からね、じわじわ。でもそう、分かります、それ、まあ、すごい分かります。ママさ、まあまあいい、いいよね、これハープニング最高だよ。今から一つ目の広告しようかな。でもいい、始めよう。そうなんですよ、里山トランジットで地産地消をテーマに、その地域の採れた農産物を、くるみです。くるみだから美味しい。ぶっ込んだ。すみません。話が腰折りましたね。ひまわりの種。ひまわりの種。くるみと。でもなんか違うのもあるよ。かぼちゃの種。あ、やっぱりそう。ひまわりじゃないじゃん。そう。そう、ハム太郎みたいな。懐かしいハム太郎。ちょっとね、暗いよね。そうですね。いやいや、ね、常連になりましたね。ですね。常連さん。そう。常連になりましたね。ですね。熊本さんちょっといじり出しましたよ、僕らのこと。さあ行きましょう。親父バンドから改名してチャック全開にしてるんですよ。熊本さん、ちょっと怒りたいです。チャック全開って言ってしまうと、なんだ、僕らの青杉トランジットってちゃんとした名前があるんですけど、青杉小学校で、そのめちゃくちゃ美味しい、本当にそのね、レストラン、里山トランジット。前回で説明して、それをくっついてパクリパクリで青杉トランジットなんで、チャック全開って言ったらもうダメでしょ。ごめんなさい、こらーもう。チャック全開でみんな全開ですよ。チャック全開、あ、チャック全開でもいいかも。よくここユニットでやりましょうかね。チャック全開です。
はこんばんちは。すごい言えた。まずは乾杯です。お疲れ様です。ノンアルなんですけど、今日ノンアルです。はい、もう飲んだ気分で、飲まないと何もできない私。そうだね、そうだね、飲んでる気分で、じゃあ飲めようって話なんですけど、ね、そうだ、ちょっとね、今日はね、運転だしね、お仕事がこれからあるってことで、ね、飲めないんですよね。そうでね、私たちね、トリゴヤーズリー FM っていう番組を持ってるんですけど、それに紐づいて YouTube を始めることになりました。まあこのチャンネルではね、いろんな、ね、はい、ことをしていこうかなって、もうおみくちゃんに何でもありでやっていこうかと思うので、もしよければチャンネル登録お願いします。お願いします。私は誰かっていう話になるんですけど、まあ私は水商売歴30年か、あ、年バレちゃう。ゼロ歳から始めたの。そう、こんなちっちゃい。そうなの。藤野貴と申します。よろしくお願いします。年齢は不詳、まあもう分かるね、大体ね。30歳です。はい。この、はい、アシスタントのナミです。よろしくお願いします。ナミちゃんは、はい、何歳のつもり？ずっと17歳でやってます。ちょっと分散から昭和生まれの17歳、最初生まれ。そうですね、最初ではないですよ。トリゴヤーズリーを始めたきっかけ、はい、あー、社長様がね、お客様にいらしてくれたんですよ。そ、あの前のマリンルージュってお店なんですけど、そちらにね、私ね、富士の高って、富士のは富士、富士お花の富士で、野木くんの。で、タカがね、あの、親孝行の子なんですよ。で、それ、タカシってみんな呼ぶのね。で、男の人だと思われて、その社長様と、グループでいらっしゃったんですけど、皆さん私のことを、カマちゃんだと思ってきてくれた。それでね、なんか接客してるうちに、なんか話がおかしいのよ。で、あるその中の女性が、ママ聞いていい？ちょっと、ついてるんですかって。撮ったんですかって聞かれて、はい、あ、そうか、こういうことだったんだって思って、私女なんですよって、実は。でそこから笑い話で、そういう感じで、それで印象に残ったのか、あの、あ、社長様が個人に、あの、来てくれたので、ピアノもあるじゃないですか。で、あの、うん、ミュージシャンの方の話とか、アーティストの話いっぱいしたのかな。で、社長様もね、芸能プロダクションとかして、うん、そういう話からね、仲良くなったんですよ。開いてます？あー、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。久しぶりなんですけど、あの、なんかあれおかしいな、19歳から21歳までのランジェレパブって聞いてきて、ね、あ、脱ぎますけど。ノーブラです。いやいや、おかしいな。もうすごい名前だからびっくりするよ。はい、高橋秀樹と申します。高橋秀樹さんです。どうもです。で、そもそも最初がそうだったの。あ、出会いが、出会いが、お釜だと思ってきて、ちょっと、お釜とは思ってないですけど、伝説の話になってますよ。いや、でもね、僕ね、そう、あ、まあ、今、タカちゃんって言ってるんですけど、タカちゃんが、タカ子っていう名前は私は聞いたと思うんだけど、確か僕とかにダイレクトメールが来たわけですよ。うちのタカシで来てるんですよ。そう、タカでね、こう取っちゃってる。そうですよね、取ってるから。誰これ、誰これって。で、僕、完全に勘違いしてて、千葉県に、なんか、あの、異業種交流会みたいな、BNI ってあるんですよ。あ、へぇ、あの、なんか、ほら、ビジネスね。あ、いろいろね、異業種交流会に、はい。それに、の方が、千葉県の方で、なんか、やっておられた方の、そのリーダーの方の僕と僕、勘違いしたんですよ。その、だから多分、同盟だったの？うん、あ、じゃあ、名前覚えてなくて。だから多分、そういう時に、初めなんか、変な目出したら、あれ？あれ？なんで？なんで？あれ？お店？あれ？どこ？あれ？嘘？なんで？最近はやってないの？朝ミーティングみたいになって。なんかね、何の話をしてんねん。何だろうかなって。朝会やってないんですから。そう。それで、あの、ほら、ね、団体さんでいらっしゃったんですけど、その中に女性の方がいて、その人も、私のこと、岡本さんだと思ってるんですよ。あの、Facebook で、岡本ちゃんが、すごい友達いっぱいいて。いっぱいいましたね。だから、なんか話がね、で、何だろうと思って、最初の、最後の、藤野さんについてるんですかって言われた。と思って。でも、ツイッターも撮ったんですよね。ツイッター。
ってるって何のこと言うんだよ。上手いやいやいや、びっくりして。いや、もうほんまにすごい。それからのお付き合いですよね。一番最初がそうだったんです。東京の岡野がみんな知りたい。いやいやいや、こんなに綺麗なの。そう、ホイットニー・ヒューストン出したらもうピカイチっていう人がいるの。それ多分知ってる。ココちゃんって言うんです。あの、見た目男性でしょ。違う。あれ？そんなに男性じゃなかったですね。ホイットニー・ヒューストンっぽいですよ。うんうんうん、違うわ。そうなんですよ。銀座のおかまさんが僕六本木でお会いしたことがあって、ホイットニーすっげえうまくて、ただうまいってパッと向こう見たら、そこにいてんのはカール・ルイスなんですよね。なるほど。カール・ルイスがホイットニーを歌ってて、非常にあのカオスなとこ。すごいなそれ。なんかカール・ルイス、見た目はどうしてもカール・ルイスみたいな。でも声聞いたらホイットニーみたいな。すごいですね。これいかにみたいな。バッタリ君がね。ね。天童かドラえもんかって言われて。古天童って言われて。私、この間お客さん、機関車どうますどういうことですかなんでどこがどうで。千葉市中央区院内 JR 千葉駅東口から徒歩で13分、人の運命と方位を守護する守護神妙元菩薩を祀るパワースポット千葉神社の目と鼻の先にひっそりと佇むお店ラウンジ薬酒バー富士野。普段はラウンジ薬酒バーとして千葉の夜を大いに盛り上げてくれるお店がこの度新たな企画を立ち上げました。それが薬膳ランチ。名前を見る限りかなり健康に良さげなんですが、長野から送ってきた、カレーの、これはね、柳松茸とね、タモギ茸っていうのがすごく栄養が高いみたい。ここで使われているお野菜は長野県にある野菜の金松と業務提携。野菜の金松は完全無農薬で遺伝子操作の全くない新鮮なお野菜を栽培されており、昨年12月環境省主催第8回グッドライフアワード環境大臣賞を受賞されました。金松は長野県の長野市松代町っていうところになって、八百屋としてひいおじいちゃんの代から、もう創業100年になりますけども、野菜の金松の、モットーはその野菜で人生変えちゃおうっていう、これをモットーに、今取り組んでいて、食べて美味しいって言ってくれることはたくさんあるんですよ。でその美味しさはなぜかっていうと、なんかあの朝晩のこの寒暖差、朝と夜はぐっと冷え込むし、で昼間暑い時はガッと暑くなるんですけど、その寒暖差が野菜をこう美味しくするっても言われていて、だから全国の中でも本当に美味しい野菜が取れる県、その野菜も主にはその有機野菜って言って農薬とか化学肥料とか除草剤とか、体食べた時に体に害になるものだったりとか、それから環境を汚してしまうものだったり、本当に食べる人のこと、環境のこと、もっと言えば地球のことまで、それから未来のことまで考えて、そういう有機野菜を主に扱っていることと、伝統野菜って呼ばれるものがあるんですけど、長野県山が多いんで作れる作物も全く違うし、場所場所によって昔からこう守られてきている野菜っていうのがあって、種を守っていくっていう意味でもその伝統野菜にもこう力を入れていて、メインはこの有機野菜と伝統野菜で、その後地元の野菜、それから必要があれば市場だったり全国のあのネットワークを使って野菜を、全国の野菜果物なんかも扱っています。
パルメザンチーズですね。あ、うん、今かけた。今かけた。あ、絶対。隠し味。隠し味なんですね。はい。いいですね。チーズとちょっと一味違う。お茶の塩、これにカレー粉を混ぜるとカレー塩とかなるんです。あの天ぷら屋さんでよくいろいろ、あと中華なんかは山椒の粉を混ぜて、あとカレー塩とで、これはこういうふうに、本日の日替わりランチはタモギタケと玉ねぎの入った天ぷら、キーマカレー、細切り野菜、お味噌汁、そして16穀米と富士のオリジナルもち麦パンのいずれかが選べます。パンはもっちもちのふんわりとした最高の食感に、本日は千葉県市原市にある梨やブルーベリーなどの果物を栽培している情熱市原ムーンハート特製オリジナルの梨のジャム、癖のない甘さとふんわりもっちりしたパンとの相性は抜群。いつも新鮮なお野菜をお客様へ提供したいというママのこだわりから、到着してから献立作りをしています。よくメニューはと言われるのですが、これが理由の一つです。野菜の種持ちが長野でしかない珍しいお野菜を運んできてくれるので、料理を考えるのも楽しみの一つです。そしていろいろね、あの企画がありまして、うん、富士のオリジナルパン、うん、あのブランドができます。あの私がその製造元にいろいろ要望を言って、うん、パンができます。オリジナルブランド、さっき僕が食べた、あ、そうです、そうオリジナルブランドで富士の、あ、入るんですか、はい、富士のパンですを作っております。ジャムも入る、ジャムはあれはね、梨のなんていうんですかね、やっぱり形の悪いのとかそういうの出荷できないじゃないですか、うん、それを潰して、うん、ジャムにして、だから美味しいんですよ、うんうん、でそれもめちゃくちゃ美味しかったです。そう、物販で富士野のパンと梨と妊娠してても食べれるソーセージ、うん、体にちょっと材料がすごくいいんですよ、うん、だからそのソーセージとあと金松さんを売り出した、それどこで売り出したんですか。あ、ここで、で、メニューに出して、実際にメニューに出して、うん、それで味わってもらった上で、パンを欲しいです。いいですか、はい、お店で食事して、気に入ったらそのままお買い物。薬膳ランチで舌鼓した後は、千葉神社でパワーをもらう。最高の一日をお過ごしください。いきます。5秒前、4、3、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。さっきね、あの締めでね、これいただいたんです。これ斉藤さんからいただきました。すっごいめっちゃ美味しかったよね、うん、それでということで、あの、はい、第1回、富士の珍味料理大会、うん、ね、斉藤さんのこれを入れてしまうと1位になるの分かってたから、素材がいいから、そうダメって言ったの、うん、外されました、外しました、外されちゃいました。しかし、あの、いろいろ何人かだっけ、7種類8種類ぐらいあったね、料理皆さん作ってきてくださって、
さて誰が優勝しましたかね。夜は初めてなんです。夜は初めて来るから。あ、そうだっけ？そうそうそう。あ、熊井さん何飲むの？何飲むの？これ全部本飲み放題？え、何でも何でも。マジっすか？はい、すげえ。ちょっともうあの何？ヘルプね。ヘルスだよ。ヘルスなんで。じゃあ自分であれするんだ。あ、そう。あ、腰が痛いのによ、あんた。あ、今、ナミさんから連絡があって、うん、ね、なんか斉藤さんが、なんか、でっかい、十何キロの荷物があるみたいで、うん、で、それ、さすがにね、運べないから、うん、あの、セブンイレブンにいらしくて、うん、そこからちょっと男で必要なんで、ちょっと、大丈夫ですか？あ、僕、大丈夫です。はじめまして。はじめまして。これお餅が入ってる。お餅がね。あ、お餅なんだ。すいません。申し訳ありません。ママが焼いてくれれば食える。いやーでも楽しみこれ。珍味。好きな感じで。ママ。珍味。楽しみ。いや、珍味。これどうしたらいいの？焼くんだよ。オーブンで。オーブンない。レンジ。電子レンジはある。ガス煮込んじゃったらあれだから焼いてからの方がいいんだよ。ああ焼くのがないんだよ。フライパンはある。トースターありますよ、ね、トースターない。あ、これはトースターじゃないんですか？これがトースターっていうやつじゃないんですか？そこにアルミホイルかなんか置いてその上で焼いちゃう。そうしようか。いただきます。これはずるい。ずるい。絶対これ優秀なんで。これはずるい。うん。デスピレード大好きなんですよ。そうだね。はい、やっぱり。
皆様、今日スペシャルレシピの投票が終わったみたいなんで、はい、発表入ります。はい、1枚目いこうか。1枚目いきますね。いやえチャン君のお肉キムチ。いやいや、ダメ。あ、それ取った1枚目。2枚目は2枚目、うん、ハンさん。2枚目ナミちゃんのパン。ナミヘ、ナミちゃんのパン、やった。1票でも嬉しい。 OK、 ネクストワン。ナミちゃんのナミヘ、イエーイ。ナミヘ2票。すごい、カズーちゃん当たるんだよ、カズーちゃん。次三段バラ。おっ、同点ね、同点。ネクストワン、これ自動的ナムちゃんのパン。ナミヘ、すげえ。ナミヘすごいの。いや、2人で出てる。次天ぷら。うん、天ぷら。天ぷら、クマモン。クマモン、1票。なんだっけ、サキイカ、サキイカの天ぷら。お、サキイカの天ぷら。サキイカの天ぷらもいっちゃう。すごい、これ抜かれちゃうかもしれない。ナミヘが一番だけど。チャン君のお肉。あ、やべ、あ、チャン君やついな。やばい、やばい、やばいぞ。ラーメン、寿司。お、あ、ゆいちょラーメン、寿司。いや、確かにね、あれラーメンはすごいわ。あれ、罪で最後の1枚よ。ラスト人参、シェリシェリ。いでやべ、ナミです。あ、やった。ナミちゃんだけやっぱり努力する。先生、ドラムロールからピアノロールからいかない。来た、ピアノロール。ナミヘが揃っちゃいました。合わせ技1個。ナミちゃん、叩きのめされても激しく高ぶる。人はこれです。
と全然聞こえない。あげません、あげません。これ何の話してるのか全然わかんない。どうでしたか？去年1年ですか？すごくまあ、コロナで、お店をやってなかったんですけど、はずうりさんを通して人脈がすごく広がって本当にありがたかったです。本当に いろんな人に助けられました。今年もよろしくお願いいたします。はい、今年の抱負ですか？やっぱりね、お店を基盤をちゃんとしないといけないと思うので、そこをきちっとして、あずうりさんでスポンサーとかでき誰かになってくれたらいいなみたいな。あと社長、歌CD を、はい、作詞よろしくお願いします。年内にやりたいですね。その説はよろしくお願いします。お願いします。